こんにちは。行徳のザリガニ親父ことコミュニケーショントレーナーバイリンガル YouTuber の高野文夫が今日も皆様にコミュニケーション上の重要なワンテクニックをプレゼンテーションさせていただきます。今日は3月は10日金曜日、春が来ましたね。とても暖かい日です。今週はシリーズでズーム会議室の12怪人の対処の仕方についてお話ししてますが、今日は7番目の怪人、トンデ・イスタンブールです。みんなの話の流れじゃなくてですね、流れからぶっ飛んじゃってですね、なんかとんでもない、見方によっちゃピント外れな発言をする人がいます。それってトンデ・イスタンブールという怪人ですが、どのように対処するかお話ししましょう。行きましょう。そのお話、今我々のお話にはちょっとつながりませんが、ちょっとポストイットに書いてください、あるいはちょっとチャットで書いて、ちょっとチャットに書いておいてください、お預かりしましょう。きっとこの話題はですね、後々とても重要なポイントになるでしょうとか言ってよいしょしておく。結局ですね、人の話なんていうのはどっかでつながりますから、それをですね、お預かりしておくのをパーキングロットと言います。この手法はですね、とても重要です。なぜかというのは、これからのお話をお聞きください。会議室の12怪人の今日はですね、第7番目、トンデ・イスタンブールという怪人についてお話しいたします。このですね、会議の流れの中の流れからぶっ飛んじゃってですね、とんでもない発言する人がいます。さて、そのようなですね、ぶっ飛んじゃった人の発言をファシリテーターはどのようにコントロールするかです。なんだその話題は、この今のお話とは関係ないじゃないですか、なんて言ってですね、恥をかかせると、とてもよくありません。とてもよくありません。そのようなですね、話題に乗れないぶっ飛んだ話題を突拍子もなく出す人はですね、頭の悪い人じゃないです。大概ですね、 IQ、EQ の高い人で、まあ、AB 型が多いですね。その話の内容がですね、一見会議の流れの中からぶっ飛んだようで、実はですね、的を得た真実をついているような場合があるんです。ファシリテーターはそのようなトンデ・イスタンブールをどう扱ったらいいでしょうか。ファシリテーションミーティングにはですね、パーキングロット、駐車場ですね、というシステムを設定します。ぶっ飛んだですね、話題が出たら、それをですね、ちょっとそれを書いてくださいと、文章でも図でも絵でもいいですから書いてくださいと、ポストイットを渡してですね、書いていただきます。そしてこう言うんです、ファシリテーターは。あ、何々さん、この話題は今我々が話し合ってる話とはちょっとずれてますので、お預かりいたしましょう。皆さん、こういう話題が出ました、これについてはですね、一旦パーキングロットにお預かりしましょう。後でですね、必ずつながろうと私は思いますね。素晴らしい意見をありがとうございましたというような形でですね、トンデ・イスタンブールは受け止めてあげるんです。そのような雰囲気作りをするファシリテーターはですね、本人が心象を潰さないだけじゃなく、他の人たちもですね、あ、この場は安心な場なんだなということで、会議室の雰囲気がですね、スパッとブルーあるいはピンクになるわけです。どんどんいいアイデアが増産されます。これがですね、トンデ・イスタンブールを叱るんじゃなくてですね、上手に利用する名ファシリテーターの技術です。今日もお聞きいただいてありがとうございました。